クオさん、手取り十四万、まあちょっとタイトル考えておきます。手取り十四万、あ、手取り十四万の人じゃ暮らせない人いかがですか,か。手取り十四万の人じゃ買えないものにしておきましょうか。このシリーズ続きますね。はい、こちらですね。MacBook Pro 16インチモデルカスタマイズ、えっ、ー、とですね。 CPU は Core i7。まあちょっと M1 チップではないんですけど。で、SSD。SSD が500、2TB。SSD が 2TB。えっ、ー、と、メモリ、メモリが 64GB です。これカスタマイズバージョンですね。MacBook Pro 16インチ。Core、えー、i7。CPU、えー。メモリが 64GB。2TB、えー。 SSD が 2TB。こちらお値段。お値段。50万円。50、60万。50万だ。たぶん55万。50万だったな。50万です。これなかなか買えないでしょ。手取り14万だから。えこちらですね、えー。これちょっと古いモデルなんですけど、まあ、ダブルレンズ、ダブルレンズで、キットみたいなのあるんですけど、これ8万円ぐらいしましたね。この 一眼,レフ一眼レフの M6 ってやつです。で、これで動画を撮ると、すごく綺麗に撮れます。あの iPhone に、iPhone で、iPhone もいいんですよ。これ今 iPhone で撮ってますけど、iPhone もいいんですけど、夜景とかは、やっぱね、この一眼の方がめちゃ綺麗に撮れます。撮れます。まあ写真とかもね、やっぱ質感まで一眼の方がいいです。とかね。 うんまあ、まあまあちょっと今手,も手元にあるのでカメラとこのパソコンありますけどじゃあねじゃあまあ別にそのね久保さんもなんかゲームマシン70万ぐらいでしたっけなんかありましたよね僕ねこれも買ったんですけどこれもうちょっとで2年経つんですよでまたあのねあの買い替える予定なんですよこれ M1 チップがだからその MacBookPro16 インチモデルが出るぞみたいな。 で、すよで今、M1 チップが、その後ね、M1 チップが出て、た、まあ、多分16インチモデルにも、M1 チップが搭載されるモデルが、多分絶対出るはずなんで、それ、多分めちゃくちゃすごいと思うんですよ、今度ね。それで買いたいんですけど、でこれを買ったことによって、じゃどうなったのかっていうと、めちゃくちゃね、作業効率が上がってるわけですよ。僕、従業員も雇わないし、バイトも雇わないし、外注かもしれないわけですよ。 全部一人で、全部一人です。全部一人。で、全部一人やる上での、あの、本当に相棒としては、めちゃくちゃいいです。しかも、まあ、ノートパソコンなんで、まあ、こうやってね、持ち運べるけど、だからその、MacBook の、MacBook、Apple のね、Apple のホームページに、その、デスクトップを持ち歩けるみたいなね。いや、本当にその通りなんですよ。このパワーめちゃめちゃあるんですよ。で、それを、どこでもやっぱね、 この持ち運べるわけ、まあ、ちょっと重いですけどね、16インチは。だけど、まあ、こういう旅先でもね、あのまあ、全然もう仕事できると。これはいいです。めちゃくちゃ。でもこれお金がなかったら、例えばね、まあ、久保さんは、あ久保さんねあの、あれですよあの、2万円のパソコン買ってねニヤニヤしてましたけどね、クロームブック。<laughs> やっぱね、クロームブックでもいいんですよ。 それでも全然いいんだけどもやっぱね Chromebook でできないことがこれではめちゃめちゃできます絶対に <laughs> うんだから結局ねやれることも増えるわけですよやれること撮れるものだから例えば iPhone で撮れる限界の映像がありますでも一眼レフだと一眼レフ iPhone を超えられる映像を撮れるわけですよねだから撮れる幅が広がりますよねでパソ,コンのパソコンに関しても あのスペックが高いとそのできることの範囲が広がるわけですよまあほに低スペックのパソコンだと固まったりとかねうんなんじゃふざけんなみたいになるわけですよまあ今のね今のねクロームブックとかはいいんじゃないですかうんう最近だと僕他のパソコンちょっとは触ってないんでわかんないですけどでもかなり昔のパソコン使ってますとかだったらね 固まりますよね、多分ね。うん、あの固まるの嫌ですよね。イライラしますよね。これ固まることがほぼないですよ。ほぼない。まあもちろんねあの、いろんなマルチタスクで作業してたら、めちゃめちゃ動画編集してて、なおかつどうのこうのってやってたら、たまにありますけど、ほぼないので。うん。やっぱね、選択がやっぱ広がりますよね。 やれるることが増えるし、うん、だからいっぱいやればやるほどまあお金も稼げるしお金を稼いでそういうものを手に入れたらまたやれることできることもまた増えるんですよつまりやれることの2乗やれることの3乗やれることの4乗になっていくわけですよやればやるほどでもみんなやらないからやらない0かける。 思いだけね空想するわけですよやらないけど、やらないけど、儲かるのかなっていう空想は10倍、20倍にするわけですよ。でもやらないのゼロじゃないですか。だから結局稼げないってことですで。やる、やる、やることを何乗にもかけていくことによって、できることも増えていくし、得られるものも増えていくし、全部が増えていきます。でもこれやらなかったらゼロなんで、ゼロに何かけてもゼロです。大丈夫ですかこれ今 iPhone で撮ってますけどね、こうやってね。 しかもね、手で持って撮ってるわけですよ。手でね。手で。あー手で持ってるんですよ、僕は。こうやってであの。別にまあ三脚もあるんですけど、めんどくさいんで。でも僕は一番最初ね、このスタイルで撮ってましたから。三脚もない、マイクもない、何もないんですよ。で、持ってたのは iPhone。で、iPhone でこうやってね、撮ってたんですよ。どうもーっつって。こっからスタートです。こっから僕はスタートしたんですよ。こっから。 で、さすがに手がね、しんどいんですよ。これ持ってるとね。でもね、持ち方もね、これね、ちょっと持ち方もあるんですよ。で、持ち方も勉強しました。この手で持つときの持ち方っていうのがあるんですよ。ぶれない持ち方。まあ、これはどう説明したらいいのかな。ここ、ちょっとね、こうするんですよ。ちょっと、まあ、わかんねえだろうな。これあるんですよ。この、あの、持ち方が。固定する持ち方が。 まあ手でいけますから。三脚なくても。あ、ありますよ。三脚もあるね。マイクとかね。マイクもありますよ。三脚もマイクもありますよ。こういうのね。ほら。こういうのもありますけど、別になくてもできますから。ね。なくても動画を撮れるんですよ。だから今やれることをやりましょうってことですよ。ただ、海外の YouTuber の人でね。 すごいもうチャンネル登録多分何百万人いてる人かな何千万人いる人いてるんですけど最初パソコンのウェブカメラで音声ぐちゃぐちゃでなんかリスナーさんからめちゃめちゃクレームあったらしいんですけどでも金ないからパソコンのパソコンにねこのウェブカメラついてるじゃないですかこういうのこういうのねここのでそれでやってて 画質も悪い、音質も悪い。だけだけど、それでやり続けて、で、結果的に、まあ、どんどん視聴者数増えていって、稼げるようになってって、で、稼げになったら、新しい機材、マイク。稼げるようになったら、また新しいのっていうのはどん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 増やしてって、もう、最終的にはね、もう、すごいうことになっちゃったわけですよ。うん。だその、そのね、海外の YouTuber の人も言ってますけど、まあ、とりあえずやれることやったっていうね、まず。もう私は、今こうなったけど、最初なんかクレームもあって、 なんだもう,もう画質も最悪で音も最悪でそこからスタートしてクレームもあったけどやったとうんでもあのー、それがなかったら多分今ないみたいなの言ってましたけどねうんいってらっしゃい